るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしです。ちょらです。はい、始まった。今日も始まった。ここどこ。なんと今回は初めてですね、いでくるぶし邸で、撮影ということで。うわー。お招きいただきありがとうございます。ちょもがうちにいるのが不思議遊戯。怖いに怖いに。愛犬のしほんちゃんです。怖いに。さっきまでね、あのちょもちゃんにすごい怯えてたんだけど、もう。はい、今回はですね、何をするかというとですね、何すんな。2週間限定でですね、ドミノピザさんがですね、チーズを1キロ乗せたピザが出たということ。なんで最近でそんなの。アホなの。チョモララテをですね、なんと飯を食ってきました。だってそんなにするって聞いてないもん。今届いたばっかりなんですけど、凄まじいデカさ。やばいよ、ちょっともうこのここのテーブルをもう占拠してるやん。この人すごいよね。これさ、これやばっ。おかしいやろ、サイズ湧いてるってすごいよな。50センチ、50センチくらいあるんじゃん。ここにチーズが鬼ほど乗ってるというね。ね、じゃあちょっとオープンします。まだ見てないんだよ、俺ら。いざ、ドミノピザの1キロチーズピザを、オープン。せーの、デデーン。すごっ。これやばいな。やば。これちょっと食べて、はあ、レビューしていきたいと思います。あの今日撮影、うちの嫁が撮影協力してるんですよ。面白かったらね。じゃあ食べていきましょうか。ねえねえ、しほんちゃん本心言うてるよ。あかんあかんあかんよ。一発目いかせていただきたいと思います。よし。だいぶ落ちてますけど、ね、牛もこんなことのために1枚で3000、300何キロカロリーやるんですよ、ね、あの成人男子1日 の, そのカロリー超えて持ってるんや。超えてます。余裕で超えてるんや、ね、チーズがえぐいんでチーズからいただきますね。どうなのどうなのどうなのよ。おいしい。まさかのチーズの味しかせえへんとか言うのかと。チーズだけでも美味しい。あ、ほんと？うん、 100% モッツァレラチーズ。チーズだけのピザってあんま食ったことないから。うんうん。あ、これ具ないの？ないよ。嘘？ないよ。俺さ、なんかかかりすぎててもう見えないのかなと思って。ないない。あ、そう。チーズ、チーズ、チーズとピザ、ピザだけ。じゃあ俺もちょっと早速ね、どんどん行きましょう。これ食い切れないよ。見た目より食わないデブですか、これ。わ、すごっ。いきます。あ、うん、アメリカ人を食ってるような感じがするね。すんごい、あの油がチーズから溢れる旨味というか、ジューシー、ジューシーで噛むとすごいね。下手だな。下手だな。めっちゃおもろいな。食べる。食べる。やりたかったです。すげえうまい、マジで。うまいよね。いや、ほんとおいしい。みんなはさ、多分これを一人でチャレンジするような大食い動画だったりとか、食べた後にね、どんぐらい体重が変わんないとか、あー、なるほどね、そういうふうなやるじゃんと思うけど、やっぱ我々は、ただ食ってキャッキャするっていうね、お得意の動画。おいしい。女の子絶対好きよ。絶対好き。このシフォンちゃんの切ない顔をみんなに見せてあげたい。チーズくれよ、親方っつって。親方。誰が鷹の花部屋が。そうですね。今日ね、うん、思った、うん、今日初めてうちでトークしてんだけど、うん、なんかそのせいか、
俺のトークがキレがない、うん、アナルに入れたエネマグラ痛みの。ということで今回は、ドミノピザの2週間限定の、1キロチーズピザ、2人で食べて、あ、ちょっと嫁も入りました、食べてみたの動画でした。ありがとうございました、はい、これ食べたことあるよって方はぜひぜひグッドボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いしま す, しします。今日もありがとう、バイバーイ。同じタイミングで同じようなこと言っちゃった。